してもこれからこの地域は復旧した後都会を養う地域になりたいと思います。養う頑張ろう日本。これから漁港と仮設住宅を見てまいります。外壁の撤去の状況はですね、こういう集積場には持ってきたんですが、その集積場から二次置き場、まあ要は二次処分ですね、そこに持っていくのがまだなんです。国が全部に出て広域処理の方を調整していろんな処理をする方法を考えたら、そういうことが必要な段階に来たいと思います。まあ、これから任期地域は8月の、まあ、5日6日ぐらいにみんな入居されたそうでして、まあ、そこの状況を見て仮設の不具合とかご意見を伺ったりしてまいりたいと思います。っていうんだけど早く作ってもらいたいんだよ。あれはそこを流通はあれがない場合仕事にならないからね、あれを何度か知ってほしいくれます。はい、早く寮に出れるような体制を作ってもらうんですか。だからそうなれば一番も必要なんで、そういう施設も必要ですから、ね、何言ったってここが寮数でまんま来てる人だから、その養殖施設とか船とかそういうとこはかなり聞いてて私も問題意識があったんですが、倉庫とか共同利用施設そういうのが欲しい、それが本当は先決だというんですよね。なぜかというと漁民の方っていうのは集まって、まあ、地域のコミュニティにもなりますけれども、みんなで集まる施設が必要なんだそうです。そうすることによって元気が出て漁業をやるぞという気にもなると。この前に食べてきたらかな、それにね、はい、福士和夫さんです。前の組合長はどっかにいねえか。あっちの方だ。まあ、私の知ってる方を探して行こうとしたわけですが、その方が探せなかったんですね。今日聞いた限りは一つの地域の人はまとまって入っていることは確かなんですが、ただこの地域はここだろうけれどもこの人はどこにいるのかな、どっかなちょっと分かんないなというのがかなりというか大部分だったわけですね。あ、これを見て、あ、これはまずいな、コミュニティが一つの地域をまとめて入れたということまではいいんですが、そこから先それぞれの人の交流というところが途切れてるなというのが問題だと思いました。まあ、地域のコミュニティ、そしてつながり絆というのはもう今回の復興の一番の財産であって、こういう厳しい中で耐えてきていただいた最大の財産だと思いますので、これを失わないような政策が必要だなと思いました。本当に心したいと思います。